はい、こんにちは、ケソです。はい、どうもハネムンです。さあ、ペグにやっていきましょう。前回やっとクルーシーボール10がクリアできて、はい、今回から11テリボールが、まあ、前回の動画の最後で少しお見せしましたが、はい、もうちょっとお邪魔オーブが加わってさらに難しくなるよといったところで、はい、頑張ってこうよ、そろそろ。あ、そろそろと言っちゃった。そろそろやめよう、何回も失敗してるみたいじゃん。あ、まるでな。あ、まるで下手。純金もいいけどね。純金も、ね、どっちがいいかね。最初にやるにしては、うん、いいんじゃ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 ん。純金ゲットだぜ。純金じゃん。 OK、 ゴー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 。バレ構築で今日はね、はい、もうそろそろ陽金のマントリでも手を出そうかな。やばくない今。下の方、うん、レリックロードあったよ。レリックロード、栄光のレリックロード、うん、見てみ。俺らは結構やばいと思うよ。あまりにも負けるもんだから。1、2、3、4、5、ほら6、やばくない。やば、ここ栄光のレリックロード、もう順番が決まったね、うん、でもね、何回も中ボス倒さなきゃいけないんだよ。中ボスね、きちいんだよ。わかるよ。ミノタウルスにも結構殺されてんだよ。あ、カットはしてますけどね。カットというかもはや存在してないけど、存在してないですけども、あ、皆様にしてみれば何言ってるんだって感じなんでしょうけどね。すれえ、結構もう今日本日ペグリン2時間やってるんですけど、まあ多分全没です。そうですね、どうなることやら、うん、もしかしたらなんか1個ね、奇跡が起きて、フェイクで入れるかもしれない。あ、だってさ、このままじゃあれですよ、30分だから、あ、どうせクリアしねえんだって言われるんだよ。最近みんな動画の長さでさ、クリアしたかしないか判断するんだよね。ね、ムカつくよ。じゃあさ、なんかクリアしてない30分の動画があったとすんじゃん、ああ後ろに1時間の空白入れとこう。あ、そうしようか。ああ昔ね、それ闇の帝王がやってたね。闇の帝王がその空白1時間入れて、そこに全部広告ぶっ刺してたら、これすごいなと思いながら、いつか真似したいなと思ってたけど、今のタイミングかもしれないな。ここできたか。ああなるほどね、はい、ギャンブルコインか。あ、でも純金リキッドは関係ねえな今んとこね。皆様、うん、まあ、一旦飛ばすもあり。一旦飛ばしましょうか。一旦飛ばしましょう。うん、それかまあ強化してもいいよ。逆にその石とかをな。あ、ちょっとお金少ないけど左に行きたいね。さすがに。そうだね。一個取っとこう。一個取っとこう。違う、そのレリックを。レリックをね。うん、びっくりした。コインを1取っておこうっていう。いやいや、終わりだよそれ。終わりだよ。でもね、でもないね。ないんだよ。だからここをちょっとかすめるように。擦って。はい、怖いねー。よかったー。本当に怖い。さあ、お願いします。微妙。ああ、お金構築だ。あ、まあもらっとくか。金金ときて、でこっからもう右行きたいね。右ですね。よし、もうクリアしよう。さすがにこんだけお金もらえるんだから、うん、ね。ああ、もう入れとこ入れとこ、あげる。うん、そうね、うん、いや、まあもらうのもありかなと思って。なるほどね、どっちでもいい。石ころ構築 OK。で、左行って、ここから栄光のボスルートが。そう。待って。待って、ハテナで、ハテナでミノ引いたってこと？マジか、ハテナミノ。でかすぎ、こんなしょぼいオーブの時に。やばいね、これ。まあ、行くしかない、もう。や、頑張るしかない。マジで行くしかねえけど、つらすぎる。いや、マジか、今俺びっくりしちゃった。俺、今ボスマス踏んだっけと思って。でも逆にレリックもらえるって考えよう。栄光のレリックロード1個増えた。あ、なんと。うん、プラス思考。左行きたいんだけど、そうすると右行っちゃうから、真ん中から下に流すか。そうね、左落として開けて、まあ、最悪リセット踏めなくても次のとこで踏めるように。う、ね、踏めるしょ。 OK、 ナイス。あ、完璧 OK、 頼む。クリティカルいいとこ来てくれ。うわー、これ右からだね。あ、ごめん、左から流して右に落として、 OK、 右に落ちてクリティカル踏んでくれれば大ダメージ、大ダメージ、プリーズプリーズ、ノー。これ飛ばしてテレボールで踏む、リセットで次にかけるか。そうしましょうか。ああ、まあもうほぼ終わりだけどね。いや、つらいよこんな。だって俺何をしたよ。あ、はい、何もしてないよ。はい、どうすね、どうしようもないです。でもこれどうしようもないね。どうしようもないです。やるしかないです、これ。え、つら、ミノ、ミノこんなつらい。ミノなんて前ね、本当にそうでもないボスだったのに。だって今あんなにさ、いい感じで108でしょ。わっ、ワッツワッツ、まだ半分削れてない。テレボってリセット踏みて。そのさ、左のさ、もっと左のさ、もっと左のそのペグに当ててさ、リセット踏めね。どの角度だと思う、この角度。もうちょい下、半分ぐらい。そうだね、その角度だね。
いけるかな。もうかけるしかないし。ああ、いった。見事。これは攻めたね、今の。オッケー。攻めの一手だね。で、完璧じゃん。これは行くね。絶対右から行く。右から行ったら確実。じゃあ右から行こう。ああ、でもね、さすがに踏むよね。たまにね、ふわって。そう、左から行ったらそう、たまに踏まない時があるじゃん。ああ、リセット行かないか。そこは。でもまあいいダメージよ。でも200ダメージ。あ、230。でかい。これあと95でいい。え、いけるわ。いけるいける、これ絶対いける。頼むよ。おお、ちょっと怖かった。まあまあこれで倒せはしないからもう一発は食らっちゃうかな。倒せないか今の。あと14ダメージ。まあ左から、まあ何でもいい。結構食らったな、こんなとこで。こんなとこでこんな食らいたくなかった。しゃあないよもうこれは。まさかハテナマスでボス踏むと思わんや。なんか取るこれ。オーバーパワーとかいっちゃう？オーバーフローか。これオーバーフローだね。あ、ウォーハンマーかこれ。ウォーハンマー。オーバーパワーいっとく？パワー取っちゃうか。こんなんでだってミノ勝てねえもん。もうオーバーパワー取って回復もしたい。そうだね、1強化していいよ、うん、1強化していい、回復もしていい、回復。オッケー。あー、サッシュね、うん、あ、ベッツェイロスコミかサッシュか。まあクリティカルと普通の攻撃の値が広ければ広いほど強いのよね。いや、サッシュかな。サッシュ、まオッケー。これで毎回でしょ、各戦闘だから、ね、各戦闘だね、うん、だから、まあ、じゃあサッシュ出力するか、サッシュオッケー、いいでしょ。これもう左どうするか問題にはなってるよ。ちなみにだけど、ちなみにね、これでもう一回ミノ来てみるぜ。あ、でもここまで来たら挑戦するか。男なら男なら、まあ、男なら、じゃあ男ならこの2コインも取りに行くから。あ、オッケー。やめましょう、ミロなんて。今絶対あわよくば右と思って打ったろ。いやもうそんな、ミノ行きたかったぜ。あ、ロリックよかった。え、レリックロードやばくない？レリックレリックボンバトンでしょ。ボンバトン、ボンバトン。オッケーオッケー、これかなり違う、かなり変わってくる。左、一応左。オッケー、うん、一応左。よかった、今絶対ミノ自信なかった。なかったってか無理だよ、うん、絶対に無理。まず無理だった。あー、ラッキーじゃん。素晴らしい、やっとだ、やっと始まったぜ。あ、もう適当に、もう爆弾5個あるから。あ、大丈夫大丈夫、もう何やっても勝てる。ここで十分に回復しとこ う。テリボル飛ばして、オーバーパワーはできないか。ああ、まあ15ね、15回復する、15回復、俺は回復する、はいはいはい、リセット踏んで俺は回復する。一時じゃどうなることかと思ったけどね。あ、でもこの後ミノ3連戦ぐらいあるんでしょ。あ、まあミノじゃないにしろ、うん、ボス3連戦ぐらいあるんでしょ、うん、避けてもいい、なんならね。ウルトラハードモードですよ、これ。ウルトラハード。はい。あ、金は今回いいですね、はい、なかなか。はい。まあ、リキッドもあるしね。まあ、ボムバトン取れたならかなり。ああ、オブレーションか。オブレーション、火力は高い。ちょっと重いね。ただ、強いんだよな。強い。インフェルノ。フェルノか。やめとくか。一旦オーバーパワー強化する。オッケー。回復できないよ、それ。まあまあまあ、しゃあないね。一応、まあ、左という選択肢と右という選択肢とありますけど、左はミノ。でも今の俺には、オーバーパワーレベル3がある。さっきとは違う。ミコイン多いっすね。ミの方がコイン多いな。コイン多いっすね。ミの方がコイン多いね。じゃあちょっと右のコイン舐めつつ左行くっていう。ああ、いいよいいよいいよ。いいんじゃない？あ、そう。まあこればっかりはね、ちょっとまあ予定とずれたんで、まあ仕方がないところはあるな。あ、仕方ない。いや仕方がない。こればっかり仕方ない。いや、ボムバトンもあったからね、全然いけたな今。だいぶ出せ。いや仕方ねえ。こればっかりは本当に。左でいいとも、左でいいとも。右リセット、左、あ、リセット右にあるの、ちょっと取っときたくね。温存、リセット温存パターンで。うん、あー、余裕だな。もっと歯応えになる敵と戦いてえな。ね。いや、もう何も言わないっしょ。あ、何も言わない。あ、そう。あ、そう。出せ。テリボルも撃っちゃうから、やめよう。よいしょよいしょよいしょ、あ素晴らしい。リセット当たりやすいところにあるのがあれだったのに当たりづらいっていうね。まあコイン取っちゃおうかこれ。
稼ぎ、稼いでいきますか。はい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 。ああ、美味しい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 。オッケーオッケー。美味しい美味しい。リキッドね。美味しい美味しい。リキッド結構強いんだな、やっぱな。美味しい美味しい。美味しい美味しい。流れるように。ソロ、あ、オッケー。部下か。部下もありよ。取っときましょう、部下。部下取っときます。一旦部下いきます。はい。で、回復。回復しようか。回復しようか。回復しますはい。回復して。あまあ、まずどっちでもいいコース。どっちでもいいんだったら、俺はコインを稼ぎます。ああ、稼いでください。ただ、自称はちょっとやめてね。自称はしません。あ、オッケーオッケー。これっきりです。これっきりです。うん、これっきりです。うん、僕の自称は。あ、はい、はいはい。よし。ああ、まあまあまあ。これっきりな。この試合な。そう。さあ、ここから栄光のレリックロードでございます。ラッキーペニー。いや。ペニー。いや右も相当ありだけどね。強いよ右も。ボムバトンだよだって。なるほど。まあどっちでもいい。どっちでもいいマジで。ペニーでもいいと思う。オッケー。ペニーでも全然いい。ちょっとね若干左確定。前回の構築と似ちゃうなっていうところもありつつね。前回。あちゃんとした動画の前回ね。そう動画の前回。あ動画の前回。はいはいおー、スペシャルボタンでなんかすごいよ。まあでもまあ、行くかじゃあ。これはまさかのクリティカル構築が。来たか。クリティカルこれで3増えたからね。ああ、でかい。すごいこと。本当に右行くんだ。行くよ。もう行くよ。もうボムバトンもあるし。あ、しかもこれか。部下かしかも。部下はパスローかな。いやまあ右投げてもいいけどね。右だったらなんとか。パスでもいい、別に。まああんま変わらんか。別にパスしてもしなくても。うん。一旦。ちょっと避けてあのボムは全部ボスに当てる、うん、全部当てるにしたら結構の量あるけどねまあでもじゃあもう右投げちゃうか1起爆しとく1起動起動ねああ正しい今うんあそうそうそうオーケーオーケーでこんだけボム残ってるからはいはいはい、はい、大丈夫でしょっていう感じでございますねあこれダーガーいっちゃおうかないけないけどそっか今1飛ばしたのかびっくりしちゃった今行っちゃおうかな。行っちゃおうかな。行けない。さあ、まず爆弾。1爆弾はい。それに当たらないね。クリティカルすごいな。すごい量だね、クリティカルで。なんかこんなキャラだったらマジでクリティカル構築ちょっと狙いたいな。そうだね。なんだっけ、あのなんとかのなんとかみたいなやつ。なんとかのなんとか。クロンマルスの。あ、違う、それ、あ、まあそれもあるけど、それじゃない方でも。ああ、踏めねえんだ。まあ右爆弾でいいじゃない。この角度ですね。いいと思います。ああ、いいと思います。素晴らしい。とりあえず全体100ダメージ。オッケー。ありがたい。いやー、爆弾ありがてー。部下か。まあまあ、結構いいんじゃない？そうねー。まあ、リセット。踏めるかな。踏みたいんですけどね。これでどうにか。どうにか部下で。うわー、結構スカスカしてきたな。そうなんですよね。リセットちょっと、爆弾、その爆弾壊しておきたかったかな。いけっかな、これ。いけないと思うけど。うわもうスカスカだスカスカそこにあるのちょっと痛いねだこれで復活したの結構強いからおいかなりしかもこれさすがに踏むんじゃないのクリティカルあ踏んだ66ダメージ、ね、これはすごいぞクリティカルオッケー殴られましたね今こっそりまあ一発ぐらいは許してあげましょうクリティカルして右の熱いところに入っていただいて熱いよいいダメージと見せかけて21ダメージしか出ていないあ実はねうんまあこういうオーバーパワーで強くなったところをこすりつつかな。そうっすね。クリティカル踏まないの？踏まないのか。36。あ、テリボルは飛ばす。クリティカル踏んで。真ん中に入れたくないから、その右のクリティカルを、その右の、それをこう踏んで左に跳ねるイメージがあるかな。なるほど。ああ、結構いいダメージだした。いやー、でも微妙だな、もっといけないかな。まあ大丈夫、24だったら、ダガーで倒せる。オッケー、オッケー、危ねえ。まあ回復しましょう。このステージきついなこの変な形の。いやもう本当に中ボス。多いわね。まあ回復からいこうか。まず回復。オーブの強化だったら部下がいける。部下いこうか。うん部下だな。あ部下強化しとこう。なんだかんだ強えよ。ポップなコーン。かなり強い。ポップなコーンじゃないっすかこれ。さすがに。回復じゃない？もうこれがないともう無理でしょう生き残れない自称なしで頼む自称なし分かった自称だけはしたくないオッケ
自称だけはね、したくないよ。あぶねえ、見せるな。あぶねえ、やめて。本当に見せるな。あぶねえ、やめて。あ、ここか。ちょっと難しいんだよな。爆弾当てたくないね。下にあるから右の方打ってもいいかもね、その辺。え、クリティカル刺したくない？下かな、今のクリティカル。いや、下にあるのよ。あー、なるほど。あ、まあまあ、狙えたかもな。いや、左掘ってこう。左じゃね、右掘ってって、リセット踏みつつ、あー、爆弾1起動か。で、部下で、いや、まだ早いな、爆弾。まだ早いな。マジで早いな。こっちだな。いいんじゃない？うん、オッケーオッケー。クリティカル！ナイス、爆弾確保しつつ。うわー、2ダメージ !2 ダメージ！の、よし、オッケー。しょうがない。この68ダメージは吸われてしまったが、テリボルで。テリボル。お、テリボルで。ああ、うま三爆破。お前ビリヤードうまいでしょ。ああ、やったことねえけどな。よし、ね、やったことない今。やったことない。でもさ、クリティカルオーブでこれなんていいんじゃない？確定クリティカル。え、強いけど左にのスフェラっていうか。うん、ああ、回復のオーブね。回復でかくね。まあ確かに確かに。さすがに惜しくない。いっとか。1のスフェラいくか。上がった上がった。絶対。オーケー。まあまあまあ。終わっちゃう。ポップなコーンもあるから。そうなんす。ポップなコーンもあるんでさ。しかもここでもポップなコーン回復しますからね。あれ、ここで回復するんだっけ。しますします。ありがたいありがたい、ポップ。うん、しません。アップね。はい、オッケー。あと5回ですね。あと5回。さあ、またボスですよ。はあ、ここが山場だな。はあ、いろんなボスが出てくるね。ね、全部戦ったんだ。そうだね。あの、スライムも戦ったし、ミノも戦ったし。あ、リセットそこか。もはやしてほしい。せず位置をね、移動してほしいってね、セットをね。あんま良くない位置だよね。そうなんですよね。クリティカル絶対するから強いね。いいんじゃない？いいと思う、いいと思う。トゥルトゥルトゥル、爆弾、爆弾、もう一爆弾。オッケー、うん、爆弾多いの偉いな。おっと、どんぐらいいった？あ、これ倒し？ターン惜しい。あ、でもノスペラトゥルで倒せるな。そう、回復もしてノスペラトゥルもできる、うん。ただあれないからね、全体攻撃しないからね。今単体ね。そう。いや、微妙。微妙。まあまあ、22回復して、戦闘を倒しただけっていう感じかな。そうね。うん。いやー、そっちか。そっち入るか。内側に入れた方が、いや、その、ここら辺じゃなくて、その上の、左、そこの、そう。ここの間に入らないか。入らないか。ダメだね。だったら内側か。ああ、入んねえな、こっちか。でもそれも跳ね返るね、結構ね。そうだね。爆弾、爆弾。ほら、いや、ゴミ。うん、ゴミ。一旦ゴミだ。一旦ゴミ。まあ、部下で。部下行こう。ああ、部下で、暴力で。どうにかなれ。ああ、部下暴力で。あ、ナイスナイスナイス。一旦どうにかなった。クリティカルもした。部下爆弾もいった。ああ、まあ、部下つえ。110だな、でもな。オッケー。ない。オッケー。うわ、部下で。部下で。あ、真ん中にボンと入れていただいて。あ、部下、部下。部下と。いや、そんな全員同じとこ行ったから弱えや。考えられない。もう1のスペラで22の事象でしょ。いいんじゃないこれ。クリティカルしたいな、絶対。じゃあ、右の方に入れちゃうか。22回復できる、それ。だったら、ここ跳ね返らせる。スカスカだな、これ。ちょっと穴が目立つ、ね。いや、これ、ノスペラミスったかもね。これ、スカスカすぎる。そんなに回復できない、これ。中入れるか、もうしょうがねえから。ここの普通のになったのな。あー、これ。大丈夫。本当に大丈夫。右を舐めてくれる。あ、12回復。あ、いいんじゃない。あ、でも、結局、マイナスか。そうですね。これ、爆弾当てますか。あ、大丈夫。こいつ弱いから。こいつ全然攻撃してこないから。まあまあ、2回ヒットさせれば確実に。あ、いやいや、まあ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 、これ、ここ攻撃してもらうから、これテリボロフェニッシュです。いやー、決まりましたね。テリフィニー。あー、すべてのボスを倒してきましたね、ここまでで。はい、素晴らしい。ちなみにボスはモグラか。回復は絶対踏みます。これ申し訳ない。はい、踏む。まあ、トルブカだな。それか、待って待って、ノスラと何になる？回復の2倍のダメージになる。まあ、回復量変わんないのであれば別にいいかな。一旦は部下の方が強いかな。マルチボールさんで。
ペグバック強い、オーボエも強い、強い、うん、どっちも強いね、オーボエもペグバックも強いね、どっちでもいいと思うけど、でもまあリセット欲しいか、そうだよね、ペグバックにします。ちょっと今回クリティカルとリセットが盤面にめちゃくちゃ多いっていう感じにはなりますね。いい、自称したくないよ、大丈夫ですよ、任せてください、したことがないですしたことがないです、したことがないですさあ来ましたよ、はい、あーそれ打つしかないね、ナイス爆弾、ナイス爆弾2にはならず、ワン爆弾、ワン爆弾のスペル打つしかないね、まあ最初に打っても別に、そうね、結構自称クリ食らってるから、うん、からまあ右で、そうね、クリティカルして、あ、オッケー、ラッキー、うん、26回復、うん、いいんじゃない、ま、でダガーか、うーわー、あ、ちょっと穴だらけだな、微妙だね、微妙だね、リセット踏む、踏むか、うん、じゃあ、まあクリティカルしてほしいけども、爆弾で上がってクリティカルするでしょ、 OK、 168ダメージ でかい、これありがたし、よし、でこれはもうしょうがない、部下はもったいない、あ、でもどっちにしろ部下だな、変わんないね、じゃあ部下か、いいんじゃない、はい、暴力、まあいいじゃん、爆弾もすげえ爆発させてね、これまあ結局木には吸われ、部下の攻撃は木に吸われちゃうけど、まあまあしゃあないしゃあない、オーバーパワーかな、オーバーパワーでリセットがね3つあるにもかかわらずね全部嫌なとこにあるんだよね、うーん、だったらにする、まあ左掘ってっか、普通にそうするか、うん、okay、まあしょうがないな、あ、爆弾さあ左は空いたけど、さあ来るぞ、これ1回しか攻撃できないからね、どうしようかな、一旦クリティカル踏みてえか、でも踏んで左に飛ばそう、頼む、うわーこれリセットいかんのか、まあ倒せはしそう、なんとか、ね、うわー石石石飛ばしていくか、あーまあ飛ばしていくは確定だけど、下の爆弾起爆はしたくね、もうそうするか、跳ねてどっか行ってくれ、どっかでリセットマジ踏みたいな、惜しい、あー今のいかんか、惜しいね、惜しいし、これ食らっちゃうな、上入れないそこ間、あ難しいね、頼む、うわいかんないかんね、まあこれは行くでしょう、さすがにどっかどっかで、よし、ナイスリセット、やっと踏めたよ、クリティカルじゃなくてリセット、ただこいつらがボロボロにしていくけど大丈夫、あ結局な、まあ、まあリセットの位置をリセットできたという一体目は、あ素晴らしい、木の方がボコボコのスペラか、クリティカルすれば結構いいダメージ出る、そうね、いいと思う、まあしょうがないな、20、おお、ナイスナイス、オッケーオッケー、40回復で、80ダメージ、いや40か、そっか、そう、上げてないんだ、飛ばしない、まあクリティカル踏みつつ、まあ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 かなり悪くないのでは、あーそこに入るの君、なるほど、まあまあ、まあ、84で蹴散らして、このままじゃ木が死ぬな、そうだね、さあモグラやってくる、テリボルはこれ飛ばしちゃうと帰っちゃうけどしょうがないね、あ打つしかないべ、そうだね、打つしかないね、打つしかない、いやいや、あごめんごめん、飛ばすしかないよね、あ帰っちゃうけど、うんね、飛ばせんのかなこれ、まあこう飛ばせるね、飛ばして部下行くか、リセット踏んでもらうべ、また頼む、でもまたまた壊す、自分で壊す、いや、よくないな、流れがマジで。よくない流れだね。まあ、でも、クリアはできるでしょ う, っていう、まあ。できそう、できそう。やっぱ、ノスフェラって強いな。回復ありがたいね。回復ありがたいね。うん、ああ、とうとう木が壊れちゃったや。ね。石で。そこの爆弾っていつからいたんだ、わからん。ずっといた、爆弾リスポーンみたいなのないよね。足りない。足りない。まあまあまあ、もう爆弾1で終わりか、フェラトゥーで終わりだったかな、あー飛ばしてフェラトゥーか、あーフェラトゥー確かターゲッティングできるやつ、まあ、フェラトゥー、まあ大丈夫か、爆弾当てればいいんだよ、わーい、オッケー、でこれで全回復でなんとかなりましたよとオッケー、
見慣れないドクロがモビウス役ね、はい、まあ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 、まあ、許可しましょう。行ったわまあフェラトさん上げていきましょうか。オッケー。部下陽金。陽金か。陽金ね。うん。栄光受難ね。お？地味ペンね。今かなり。まあでも。でも弱いんだな効果として。2-0って。ここで取るレリックじゃない、うん、正直。プライドを捨てるなら陽金。プライド捨てるなら陽金。で、まあ現実的なことで言うと真ん中2つかな。うん。いいんじゃない栄光と受難。まあ、なしではない。悪くないよ。うん、でもだったら稲妻ボール欲しいな。いっぱい活性化させたいね。うん、いっぱい活性化させて、うん、もうとにかくペグを強くして、オーバーパーと合わせて。はい。左行きたいっすね。まあ、最初はしばらく。部下か。まあしょうがない、これは。まあでも部下でいっぱいつける。うん、これで強くしてもろって。うん、あ、やばい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 。まあ、最初はね、ダメージ通らないけど。うん、そうね。はい。まあ、こっからこっからっすよ。うん、あ、もうあれだ。こいつがあのもう2にしたペグをもう一回壊してんだ。なるほどね。あ、そういうことか。うん、あ、クリティカルじゃなくてリセット踏めばよかったですね。そうですね。まあスフィア。いや。スフィアではないか。スフィア。モビウスフィアじゃなくてノスペラじゃなくて。ないかな。まあリセット踏むかな。ちゃうか。まあ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 しょうがない、はい、はい、縦壊しました。でここで食らってって感じかな。で飛ばした方がいいと思いますけどね。飛ばしますか。使う？使ってもか。だって7食らって絶対倒せないよ。ああ、じゃあいいや、うん、石ころが。まあ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 、うわー、なんか変なとこ行くな。とんでもねえとこ行ったらダメだね。あ、ヒールがめんどくさいですね。マジめんどくさい。ちょっとなでもリセットって感じじゃない。さっきから運が悪いんだよな。リセットだと思うけどな。いけるかなこれ。だったら中入れる？そのタイミングもてか、ま、真ん中の下が削れてるのが良くないのか。そうね、あ、ラッキー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 。でかいわ。あ、オッケーオッケー。よしよし。143。オッケー。オッケー。素晴らしい。ドンとドガンと。オッケー。さあ石で頑張っていこう。はい。9と7の間入れたいですね。9と7の間にシュッシュッ。おお、でかい。そこの爆弾いつ壊れるんだろう。きついな。ヒールもうざったいな。な、借り入れるか。てかこれあれだよな、確か磁石も強いんだよね。あ、磁石と合わさってるね。いっぱい活性化させるのがとにかく強いんだよな。そう、うん、いっぱい当たるから磁石もかなり強いんだよね。もうボコボコにされてます今。オーバーパワーかな。オーバーパワーで戦闘倒して、なんかすごいな、25とかある。どうやって今上がった、インチキ左からスルルッって謎の上がり。これあれ欲しいね、オーバーフローするやつ。そうだね、まあ、それ打てば戦闘は死ぬでしょ。なんだこれ、強すぎるだろ。とんでもない。これ部下コピー来ねえかな。部下コピー来たらありがたいね。ボムソーバー、アイサクル、回復踏むわ。あ、回復は踏んでいい。アイサクルか。6ヒットでシャッフル、ハキでシャッフル。シャッフルはいらないんだよな、多分な。これは弱い。アイサクルは？アイサクルが貫通か。まあこのマップに必要なものではあるんだよね。ありじゃない？うん。一旦取っとこうよ。じゃあ強化して。アイサクルちょっと。まあ左に行きたいっすかね。怖っ。ここ。よし。慣れてきました。素晴らしい。もう失敗したくねえ。もう負けたくねえ。そろそろ。ちゃんと勝ちたいよね。うん、ああ、ここね。オーバーパワーからかな。なんかもういっぱい暴れてもらって。そうですね。頑張れ、オーバーパワー。5?5? 強いな。栄光と受難の効果と、ね、合わせて5。もともとのオーバーパワーの効果、はいはいはい。あそこに10ができましたね。ああ、10いいですね、はい。石は飛ばしていきたいかな。そうね。石多いな。うん、いや意味ないです、クリティカル。意味ないのか。うん。ゼロだから、これで5になるだけでしょ、多分だけど。は関係あるのかな。関係なさそう。多分、ないと思う。そんな暴れてくれなかった。これ、クソきついぞ。まあ、さっき取ったアイサクル、うん、あと、マトリョーブが。
あ、まあノスペラトゥも結構刺さるかな。これクリティカルするかな。するんだったら飛ばしてダガーだけど。いや、するでしょ。あ、でも意味ないのか。したけど弱そう。意味ないのか。あんまりだったな。サクルディが飛ばしてもらいたいな。これ絶対クリティカルしてないな。リセットも踏みたいなんなら。はい、サクル、そうか、1飛ばしか。そう、右。これだったら跳ね返っていくか。行くけど。左に行っちゃうか、これ。少なくとも、クリティカルより右じゃない？リセット踏めれば、右のいっぱい叩いてくれれば、なんとかなりそうだけどね。貫通は関係ないからね。クリティカルすると、クリティカルしないと一体貫通でしょ。クリティカルしたら何体貫通になるんだっけこれ。多くの敵をってこと、うん、じゃあやってみるか。全貫通だったら強いなと思って。オッケー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 。あ、しかもいけたわ。いいじゃん。リセットも踏んでほしいけどね。リセット踏んで、リセット踏んでくんないとちょっときついんだよね正直。まあでもクリティカルして何体貫通か。どんで全体かい。強っ。全体貫通なの。全体ならクソ強いや。アイサクル、より多くのとは。これはでも行かないとダメだね。少なくともリセットしたら右じゃん。そうだね、リセットだな。オッケーオッケー。これ7とかだもん、うんうん、とんでもなくてくる。オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー。前回しかもこれ全体だもんね。いや今全体じゃないか。そっか、まだレベル2なのか。そう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 。で部下で爆弾壊しつつか。そうだね、いいともいいとも。頑張れ。壊れるでしょ。あ、全然壊してくれないね。まあでも強く壊してくれた。あ、オッケーオッケー。いい栄光と受難だったこれは。2個。まあまあまあ。いや、アイサクルだな、これ。大事だぞ、アイサクル。アイサクルクリティカルね。まさか全部貫通とは。いや、弱い。戦闘倒すしかないな。そうだね。おー。なるほど。まあまあ、どっちもあれだもんな、もう強いもんな。倒して、テリブル飛ばして、丁寧に1体ずつ倒していくしかないか。いやー、あの1061のやつがもう。重いね、襲ってくるのが。てかこれあれだね、その栄光と受難とさ、うん、ノスフェラトゥの相性弱すぎじゃね。そうだね。ノスフェラトゥ超弱いのにさ、1個当たるだけで10とか回復するんでしょ。超強えわ。えぐいな。さっき打っていいタイミングあったんだ。じゃあちょっと勘違いしてたわ。まあ部下は言っていいな。オッケー。もう一爆発でこれあいつに届くんだけどな。まあしょうがねえか。あ、行ったわ。ナイスー。あ、オッケー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 。フェラトゥー。打ってもいいし、打たなくてもいいね、これ。いいや、フェラトゥー。うん。あ、マジか、そのとこ行く。200は行かないね。まあ、寄ってきて、次倒せればいいかな。これで倒せるでしょ。あ、まだ届かない。10ダメージ、アイサクル。うん、今なんかすごい。132で見えたけど重なってただけか多分。あ、まあまあまあ、悪くない悪くない。さあ、まあこれちょっと全体攻撃にしとこう。アイサクルじゃない？全体攻撃する意味あるか。あるか。あ、いや、アイサクルからかもからだよな多分な。で回復はいらなくなった。いらなくなったし、だったらなんか買い物は？イーサーリール、買い物はしばらくないかな。てか、あ、最後にあるね。レリックとか。まあ、コインの溜まり具合じゃないかな。そうね。じゃあ、貯めとくか。いらないもんね、今のところ、ね。一旦そうね。オッケー。いや、ボムバレット。強いけどね。いや、ちょっときついかな。左じゃない？これなんかまあ、ちょっと遅いけど、まだね。全然いける。はい。ピュッ。はい。おい、ナイス。123コイン。面白いな。さて。あ、ここはもう。あそこは全然全然。うわぁ。当たんない。あ、まあ強くしてもらって最初にね。はい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 、はい。リセット。はいはい、ナイスリセット。ナイスリセット。6ダメージな。これ打つかどうかだね。フェラトゥ弱いな。打たなくていいね。ああ、でも。テリボーか。ま、爆弾。同じだったな。まあ、強くしてもろって。全然強くなんねえな。サークルかな？そうだね。サークルで、クリティカルしてほしいけど。
だったら、右の方かな。そうね、そのあ、いや、右の方っていうか中に入れちゃえばよかったの今。あー、なるほどね。はい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 、はい、中入れちゃえばさ、貫通したの。あー、リセット踏んでくれるけど1貫通まで。で、部下が、部下さんがやってきましたよと。どっちでもいいね。頼むわ部下。どっちもいいやつで両方行ってくれるんだね。あー、あー、すごい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 。あれ、強化火薬あったっけ。強化火薬はないはず。せや、でもポップなコンボ死ぬほど回復するんだな、このタイミングで。てか、まあそのマトリョブカのね、そのあれが強いからね。やべえな、さすが部下さんだな。あ、部下さん、やっぱパネっすね。パネっすよ、パネっす。彼は部下さん、部下ゲーミングっすね。あ、所属してます俺、ちなみに部下ゲー。あ、部下ゲーミング。いつの間にか HP が全開ね。まあここでやっとフェラティが強くできたと。あ、稲妻取ろうよ。稲妻行って、あ、取ろう取ろう取ろう。いや、いい、まあ、強化はいいと、うん、で、左、左は行きたい。うぃ、まあまあちょっとね、いいとこ入れるね。そろそろクリアできそうだから、ちょっとトラウマがね、うん、真面目に行こうかなと。あ、え、コンボじゃん、これ最強だね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。モンステラの、あ、かなりかなりかなり超絡んでるわ。うん、右もミスはしなかったけど、最大ヒットポイントか、あれ。あれも最大ヒットポイントだね。25だったかな。あー、待ってね。え、最大ヒットポイント上がってくんじゃない？あ、そっか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 。うん、やってみる。これデメリットって低くなるだけだよね。HP がまあ50になっちゃって、だけだよね。そうだね。だからまあ3ステージ目の5次章がちょっと痛いねぐらいだけど。まあかなり強いと思う。これポップなコーンと組み合わせで相当強いと思う。ようか、あとノスペラは使いづらくなるね。うん、まあまあ、 そんぐらい。やってみようか。いいんじゃない。うん。もらおう。オッケー。久々だなこいつでも。ね、最大あんま最近取ってなかったもんね。一旦、お、お、これ卵があれば。ああ、卵があればね。よかったんだけど、まあ賄賂を受け取り。裏切ると戦闘。賄賂を受け取るとただのレリックがランダム。いい、ランダムか。うん、ああ、いいし、まあまあ、もらうだけ、ないよりは。さあ、石しか弱いね。飛ばして。まあでも石ころスタッツが1、2は強いけどね。ありがたいね。うん。エコード柔軟があるおかげで。おらー。あ、ゴミ、ゴミ。わあ、見せかけて、お帰り、お帰り、ゴミ。サクルどうしますか、これ。なんか多分入れる方法も、あ、てかクリティカルあるわ、すぐ、ね、すぐすぐ、ああ、すぐあるのか。うん、どっちでもいい、そこじゃなくてもいいし。あ、いいんじゃない。あんま強くないね、やっぱ最初は。まあしゃあない。ああ、いい貫通だ、貫通強え。オーバーパワーかな。ノスペラスちょっと怖い。まあ別に打ってもいいけど、ダメージはそんなに出ないからね。結局回復用なんだよこれ今。はいはいはい。うん、いや、だって出て10、20ぐらいでしょ。うん、なし意味はないよね打つ。うん、やっぱ弱えな最初は。やっぱ最初いきなり部下でドーンっていきたいね。あ、まあここで出ましたるわ。そうですね、雷オーブさん、稲妻を、稲妻ボール、稲妻さん頼みますよ。暴れてください。リセット見たいんですけどね。あ、暴れた。あ、暴れ、ちょっと位置的に暴れるのが無理かな、ね、よくないところに。あ、まあ部下さんでほぼ全開するん で、あ、今打ち、あ、打ってもよかったか、食らって。あ、そうね、次食らうし。ああ、強い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 。でも縦に座れちゃいません。ません。はい。素晴らしい。いや、俺なんかあれの効果忘れちゃった。なんだっけそれ。5ヒットごとに1ダメージ入るんだっけな。あ、吸収するのか。はい、回復もしてダメージも与えてってことです、ね。だってもう最大ヒットポイント60に戻ってるからね。すごいね、うん。さっき51だったのに。あ、まあここで運の、ね、運の悪さを使っときましょう。はい、で、あ、ここやりづらいな、なんかちょっとね、やりづらい、この形は良くないね。あ、まあいらんかな。稲妻さんを、稲妻さんを信じて、稲妻さん強くして、これまあいいか、進もう。でも良さそうだったけどね。まあ右に行きたいけど、まあどっちでもいいち、別に、まあ、はてないあれ持ってないか、チャート持ってないから、はてない1個踏みたい。うん、よし、この角度ですね。さあ、はてな頼むよ。ああ、なるほど、戦闘か。まあでもこれいいんじゃない。サークルでそれしょっぱな行くか。よし、オッケー、素晴らしい、うまいね君。いや、全体160ダメージでかい。死ぬんじゃないこれ。あ、死ぬ、素晴らしい。いや、まあでもかなりいいよ。はあ、あと爆弾爆発させればもうほぼほぼだね。よいしょ、左に入った、残念。どんまい。
で、まあ、次も爆弾、外周に爆弾1個作っときました、ね。ああ、素晴らしいね。はい、あれを計画通りっていうことね。そうですね。さようなら、皆さん。はい、OK。で、あの魔法使い以外はとりあえず殺せる。なんなら、ああ、無理なら魔法使いまでは倒せない。ドン。これ、ターゲティングできるんだっけ、これ。ターゲット中だったから、今のやつを戦闘じゃなくて、こいつにやっとけばもっと減らせたか。まあ、でも別に、もう死ぬだろう。あ。ああ、まあ別に、フェラーテ撃ってもいいぐらい。うわー。あ、弱フェラトゥ、弱フェラトゥ。いやいや、大丈夫、フェラトゥ。あ、強い。はい。よし。お、もう、用心棒ね。意地悪か。待てよ、なんかあったっけ？ない。いや、ないな。まあ、ノスフェラトゥぐらいか。ノスフェラトゥで一時勝。うん。で、クリティカルとか多いんだよね。クリティカルめちゃくちゃ多い。2番目がシャッフルね。まあ、シャッフルさせる意味は。特にないかな。うん。まあ、稲妻強くして、店行く方向で金ためですかね。いいす、なので左ですかね。ちょっとやらしい回転が。まあこれは運でしょう。と思うじゃないですか。うん、ここなんです、はい。右に行けばいいのに。いやー、行かないんですね、これが。まあボスより中ボスより左ね。あ、いいじゃん、レリックラッキー。ああ、いいね。ありがたいね。リロード。あー、まあどっちも強めではあるけど、ユニコーンズもそんないらないからね。左でいいんじゃない、ね、初回のリロード、敵の姿発動しない。まあ、うん、悪くない。じゃあ店行くわ。左ね、うん。散々金を貯めます。OK です。さあ、うん、ここはあオーバーパワーからいきましょうか。おお、稲妻もまあ。稲妻もまあ悪くないですね。まあって感じですよ。まあまあまあ、最初のダメージはゼロ。あー、いいリセット。オッケー、これナイス。稲妻さんに任せてくださいよ。右側に打っていただければもう全部倒します。右に行く、右、ね、大丈夫、左で跳ね返って、左に跳ね返って右に行く、右に行く予定だった。クリティカルだけ踏んでな。 あんまり5を倒したかったんだけどね。あんまりいい動きしなかった。あ、5とか右の5がいっぱいあるからそこに打てればって感じだったけど、リサーチしないですね。任せてください。ナイス。ああ、もう全部死にました。いや、最後の1匹だけ残ってます。オーケー。はい。部下で。いや、かなりいいよ。悪くない。え、だって見てヒットポイント。ああ、84。84っすよ。ここまで成長したか。さっきだってね、え、51? だったのか。そうだね。一気にここまで。まあ、金を貯めておこうかな。そうだね。強化はいいや。一旦いいや。うん、オッケー。で、次の次が店だから、うん、もうすごいことになるな。オッケー、全部変えるね。よし、はい、やっぱいいね、この純金リギットと賢者の石のおかげで、うん、もう金がすごい、ね、かなりいいっすね。オーバーパワースタート。あ、あ、まあまあまあ、あ、弱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 、稲妻で広げようかな。稲妻でいきましょう。稲妻で多く活性化させていきましょう。うん、これ活性化してるよな。あ、いや、してるしてるしてる、よかったよかった。俺も今なんか俺もしかしてこれ雑魚かと思ったけど大丈夫です。稲妻の効果で活性化したやつにもちゃんと柔軟の効果がある、はいはい、そもそも爆弾が狂ってるんで。すごいな。稲妻はね、爆弾の起爆が得意ですからね。はい、うちの爆弾ちゃんがやってくれてます。もうすぐ HP100 いこうとしてるな。うん、元に戻るつもりだ。強いね、マジで。だったら強いわ。いい構築なのかもしれん。下、下スカスカスカスですね、これね。だったらリセット踏むか。えらい。まあ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 、悪くない。ああ、惜しい。まあでもこれ回復するからな。そうね、強えな。やっぱ力が欲しいか。いいね、これは。力が欲しいか、強いね。さあ次が、なんかさっきから同じのばっかだな。レストアオーブだな。 R オーブか。6ヒットで満面リセット。オーバーナイザーなんか違うんだな。6ヒットで満面リセットはまあ強いとは思う。だっていや、いっか、いくか。うーん、僕だって英語受難だからさ、6ヒットした後リセットでしたら強くない。はい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 、はい、強いとは思う。多すぎか、どうだ。まあそうだね、やめとくか。 OK、ブッ、はい、1コインもらって
さあ、4ついいレリックが来るといいな。ね、4個買えるもんね。あー、え、フレッシュバンダラ。まあ、取っちゃおうか。はい、いいんじゃない？リロードし、マグナミシ、まあ、それは単純に取っちゃおうか。削除しよっか。削除もしよう。石、石を。石じゃない、石じゃない。危ない、危ない。そうなんです。テリボル。うん、これはもう削除安定ですと。びっくりしちゃった今。弱い、テリボル。はい、とにかく弱い。リロード時なんだよな、両方ともな。別にじゃない？リロードしないんだよね。うん、いらないな。だって HP はもうほぼほぼ無限だもん。別にじゃない。だったら、店出るか、稲妻か。稲妻もう一個取るかだよな。いや、店出ます。出ます。はい、OK です。稲妻の信用があまりにもない。いや、さっき強かったですよ。マトリョブか、うん、あ、一番下 かアイサクルにしよっか。2号だしな。サクル、そうね、クリティカル打てれば、ね、クリティカルいけばまあ美味しい。うん、美味しくないか、まあ、最初に。まあ美味しいでしょ。うまいか。うん、まずくはない。全体200ダメージからっていう考えたら、うん。まあまあ別に。あ、いいんじゃない。はい、まあ。ボスに届いたと。でかい。HP 高いな。早くあれまでダガーでもいいんじゃない？ダガーであいつ殺しちゃうか。うん。殺しちゃうってほど殺せるかって感じはあるけどね。あ、そ、もうちょい左、もうちょい左、もう。今回磁石もぶっ飛びもないから。そうだね。下に行ったら帰ってこないんだよね。基本あの個数ぐらいしか削れないって考えるとちょっと。はいはい。あ。まあ、稲妻で当てられるから、あの稲妻はターゲッティングだから、はいはいはい、はい、こいつが吸い込まれるのも当てるね。いいんじゃない、真ん中いっちゃってリセット踏めるかな。踏める。よし、オッケー。絶対踏む。うん、いい感じで栄光と受難も暴れてくれてる。あ、素晴らしい。でオーバーパワーでもっと一気に強くしていこうか。いいと思います。でも最後に思いっきり部下な、部下、部下までの道のりを今ね、どっちを強くしていくかな。いいんじゃない。そう、あ、いいね。左めちゃくちゃ強くなってきたぞ。左めちゃくちゃ強いよ。12もできましたね。あー、素晴らしい。ちょっと飛ばしていくか。14。あー、すごいね。だから右の方がクリティカルとかリセットが多い。まあ右か、ね、部下、まあリセットしときたいよね。そうね、最後にリセットして終わりたい。右いけるか、お前。オッケー、いけるね。えらい。で左強くなってるから部下で思いっきりもう左を、うん、行きましょう、行きましょう。オッケー、頼むよ部下。あべ、もっともっと離れて、もっと散って、もっと散って、もっと散って。まあまあまあ、こんなもんか。まあどんどんね、どんどん強くなっていくんで。はい、ああ、スペルはいらない。おお、セカンド部下、ね、部下ね、ちょっともったいないか。かといってノスペラ取る感じじゃないからね。まあまあ、いや、まあ、部下でいいんだけど、ちょっともったいないなっていう、少ない時に来ちゃったなという感じではあるね。リセット早めに踏めればいいんだけどな、ね。まあその辺打ってみる。じゃあ頼む、もっと早く上の方で。ああ、ちょっとあれだったか。でもまあ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 ダガーより強いんで普通に。あ、もうダガーより強いのか。普通にダガーより強いんで、リセットも、あ、全然クリティカルも別にまあ踏んでも踏まなくてもいいぐらい強い。まあ右押せばリセットいくでしょう。う、ね、っ、こっちの左でリセット、ね、なるほど、ね、左リセットなーい。このままクリティカルもしてなーい。はい、ノークリティカル。クリティカルからだったかな。飛ばしていくか。これダガーは打っていいんじゃないか。あ、じゃあよろしくよろ、クリティカルしてね。よろしくよろ、よろしくよろ。あ、まあ、そんな感じな。そんなだね。あ、さあ、じわじわと近づいてきてるけど、まあ、盤面は強くなってる、うん。着実に強くなってる。そうね。24とかあるもんね。まあ、あとはもうマジで活性化と、なんかリセットで活性化とかあったよね。リセット活性化とか、あ、そこら辺クリティカル活性化とか、あとは磁石があったらマジで強いね。今、下に落ちてくだけだからね。そこが弱いんだよね。オーバーパワー。オーバーパワーでクリティカル踏みつつリセット最後に踏めるといいね。うん、クリティカルね、まずどっちでもいいっすね。1上がるだけだから。リセット、リセット、ナイス。ボムで上がらず、え、さあここで頼む稲妻。うーん、どこでもいいね。どこでもいいね、変わらないね。左の方がいいかな。
26があるもんね。うん、26あるし、最後リセット踏める。なるほど。うんうん。暴れろ暴れろ、もっと暴れろ。ああ、いやまあいい暴れ、いい暴れではある。いい暴れではある。さあ、ちょっと近づいてきた。やばいな。ここでブカか。いいんじゃない？オッケー。右の方が熱いか。そうね、リセットが近い。近いリセット。頼むリセット。オッケー、ナイス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 。いいリセット、いいリセット、いいリセット。オッケー、大丈夫。1500、1600、かなりでかい。いや、でもやばい。ナスフェラズもう絶対飛ばす。ないないない、絶対飛ばす。石ころしかないからしょうがない、打つしかないんだけど。石は打つしかない。左の方かな。真ん中の方、真ん中の方ってか、その下に落としてリセット踏んで終わりたいね。20当てていく。ギリギリだな、これ。かなりギリギリ。うわ、そっちくんかい。リセット踏まないね。強いけど、リセット踏まないね。寄ってきたね。まあ、稲妻いっときたいね。かなり早く掘っちゃうから、稲妻。抜ければリセットに早めに当たりたいんだけど。ナイスリセット、最後リセット。で、アイサクルに迷う。アイサクルで一応357ダメージは多分ここで終わりだね。多分勝てる。これちなみにサッシュってどうなの？ああ、いける。ああ、わかんないね。無理かも。まあ、特殊演出っぽいよね。うん、マイナス9は99だから。多分無理だと思うけど。まあ、まあ、行こうか。いけんだろ、これ。さすがに。出ると思うんだ。うん、まあ、余裕ではあるか。オッケーオッケー。ああ、危ない。言うよ、行ったんだったら多分これ次座れてたもん、ね、つえな。よしよしよし、なんとかないかな。なんかないかな。どう、スピアレストア、スピアレストア、オブターガイスト、全体攻撃か。オブマゲドンね。マゲドンはあれだけど、いやいや、その手前もオブターガイスト君も、はい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 、ペゴ貫通なんか、まあでも取らなくてもいいんだよね。まあね。ダガー上げていくとかでもいいよ。マトリョン、ダガー上げていくか。うん。ダガー上げていくわ。オッケー。さあ、ここ大事よ。ぶっ飛びはかなりいいと思う。霊感も来るよ。これ霊感いいんじゃない？これ。かなり強いんじゃない？霊感。霊感。はい。行こう。相当いいと思う。行こう。まあ上に上がるギミックがないぐらいか。そうね。だからまあ正直今磁石欲しかった。あ、磁石ね。ぶっ飛びって感じなんだよな。ゾウだ。ゾウだ。いや、二面のボスで苦戦した我々がボス倒せたことないぞ、ね、正直。しかも今回、前回はね、頑丈があったからうまくいけたけど、今回果たしてというところはあるね。ちょっときついね。吸い込まれちゃいそう。あ、大丈夫だ。ギリギリ。ナイス。あ、いいじゃん。リセットも踏まない。リセットは踏まず。でも俺跳ね返った時に本当にあるの超強いな。そうだね。判定があるの壊れてるな。ああ強い。わわわわ、つるっていっちゃった。穴開きすぎちゃって。穴開きすぎちゃうんだよなこいつな。リセットが多くないとちょっと。クリティカル真下で踏めるけど。踏めるだけなんだよな。クリティカル踏めるだけなんだよな。ちょっと踏みづらいな。いやいや。ナイス。強い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 。石がちょっと今回多いんだよな。飛ばしてこ石は。爆弾爆発するけど、ナイス爆弾。ああま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 あ、石もいいダメージ出る。霊感はリセットが1個減るのか。そうだね。でも3つあるもんね今。フレッシュバンダのとペグバックのおかげで、ね、すごくなってるもんね。まああんまデメリットは感じないですね。アイサクでいいかな、うん、あれ貫通しないな。あれ貫通しないぞ。あ、ここに手前に引っかかってるのか。うん、そう。だからそれはしないし、左下でいいんじゃない？ここか。うん。よいしょ。あ、ていうか、2体しかいないんだから別にクリティカルさせる必要はないのか。いや、クリティカルめっちゃ高いから。あ、ダメージが上がるか。まあ、部下先生で、あとは。あ、先生！あ、先生強い。強すぎる。先生強い。先生増やしたい。ドクターオブか、ドクターオブはいいかな。回復は今回、そんなに困ってない。オブミウムね。ダガ上げてくわ。オブミウムね。詰まってる、まあまあまあ、?3 ヒットまあ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 、いや、いいよいいよ。まあ、ダガは。確か霊感にも3ヒットするんだよね。あ、そんなんだっけ。あ、違うわ。違うわ。ごめんごめん。それ、あれって書いてあるから。あ、なるほど。うん。オッケー。まあ、なんかもう一つウェポン欲しいよね。欲しい。ちょっとね、今んとこその部下頼りなんだよ。まあ、わかる、マジで。あ、稲妻さんと思ってたけどそうでもないんだよなあいつ。稲妻はでも最初にやれればこの栄光と受難をばらまけるから それはそれでもちろん強いんだけど、はい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 、ああ最悪の石か。まあいいでしょう。あんまり増やしたくはないか。まずどっちもいいね。まあ右ってあれか、
宝箱取りながら店行くか。店行きたいね。そこ、うん、何なのこれ。これはもう毎回恒例になったけど言わなきゃいけないやつなんで。いやー、いらないね。いらない。で、右に行きたいけど、行けるかそれ。怖いよね、実はね。まあ、しょうがないけど。ちょっと怖いんだよな。跳ね返ってぷんぷんって左にも行きそうだけど、まあいいよ、しょうがない。それは運だから。あ、危ない危ない、強化した。強化したね。5個ヒットしたよ、まさかの。危ない危ない。いい宝箱だ。頼むよ。で、右があれでしょ、リロード次回でしょ。左、左、一応ね。で、まあまあ、左行きましょう。これで安心して店に行けるルートがね。よし、ここで、いいレリックが。ここで一句かと思った今。ここで一句急にはそんなことしない。回復はいい。医者取ってもいい。自傷。ああ、まあ、ノッペラトゥの自傷が減るけど、別に。だったら削除一旦しとくか。削除する。この石ころ、1の石ころは削除する、うん。ルート選択のやつ、最大一人でも上げとく。もう。医者は上げ、医者もらっとこう。医者もらって。いやリロードしないんだ、結構オーブ多いからな。でスーパーブーツはマジいらない、これがもう十分あるから。まあエンゲージの手袋取るかどうか問題だな、ね、いやまあ次もう一個お店あるんだよ、だから飛ばしてもいいと思う。ああなるほどね、うん、じゃあ次の店にかけよう、うん、いいと思います。はい、右かな、右に店行、ね、かないとお店行けないわ。じゃあここの間に入ろう。うっそ、そんな跳ね方する？大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。よしよし、危ない。大丈夫、大丈夫。さあ、はてなで何が弾けるかな？あ、なるほどね。ボスね。ブカさんに頼みますか。そうですね。ブカさんでこう大暴れしていただいて、こう左右に爆弾を。おーい！あ、右に行ったやつもいますね。だいぶ左寄りですね。ボト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 って今落ちてったね。弱いっすね、これ。このブカさん弱いっすね。ボトボトしてったね。まあ、でも戦闘、これ、あ、倒してないか。赤の事象もこんだけ HP あって回復してっから全然怖くないね、もうね。本当に何でもいいな。ただ本当に今回磁石がないっていうのだけマジで弱い。そこだけね、本当にそこだけ。下に落ちたやつはもう二度と帰ってこないわけね。本当そこだけだね。まあまあまあ、ああちょっと左なのか弱いかな。ああちょっと弱いかな。やばいな、右寄りなイメージだったけど、ああだったらまあそうね、それでリセットもできるし最強です。絶対リセット。えい、爆弾。あ、乗っちゃった。ああ、オッケーオッケー。戦闘は倒せた。飛ばして。あ、オッケー。はい。爆弾。で、バチ。バチ。もう。アイサクルか。まあ、なんでもいいんじゃない。クリスタル。リセット踏まず。はい、オッケー。306ダメージ。強め。なかなか。で、相手も強め。8、12ダメージ。あ、やっと。いや、いらないかな。そうね、ああ微妙。やばいな、このあれによって、レリックによって回復がいらなくなっちゃったのがちょっと悲しい ね。リセットからかにしようかな。ちょっと下がスカスカすぎるな。あ、上に行った部下もいます。どうやって上行ったんだね。いや、右でビク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 って今。おお、最後リセット踏んだら、まあそこそこ偉い。890。OK。偉すぎる。スペラはいらない。それはいらないの、マジでかわいそう。せっかく活躍の場が。ねえ。この角度で今あったな。いいんじゃない？当てる？ああ、OK。一応な、うん。あ、右ってね、左は嫌だよ。あ、左だ。左だね。まあ16ダメージ。結構ここでもう。稲妻さんですよ。行きますか。ああ、稲妻さんですよ。やっぱりね。頼ますよ。ここはね。任せてください。リセットも踏めるでしょう。任せてください。リセット絶対踏みます。絶対に踏みます。うわお。ああ、絶対に踏みます。600ダメージ。強い。サクルで、クリティカル、うん。これね、勝ったかもしれない。ゾウにもいける。ゾウにも勝てる。じゃない。だってさ、強くない？あ、マジで強い。この回復がいかれてると思うんだよね。で、この最大体力で。ああ、3と3だ。本当だ、珍しい。だが弱いな。話なんだよな、だがもな、うん。まあ、今日、あ、そう、ね、店用に。あ、おわこれってさ、これだ。もちろん、栄光と受難のやつを受けるよね。受ける受ける。オーブのステップ活性化させて、じゃあこれかなり強いな、強いポンチ。爽やかポンチ取ろう。もう真ん中見なかったけどね。なんだこれは右行きたいね。うん。俺、一個のために右に行っちゃいましょう。OK。うん。これで一応、レリックは3つまで買える。うん。
いいレリックがあるといいんだが。一番左からモンチーズ、うん、チーズ微妙。カーカビットは取っていい、取っていい、これって強化火薬取っていい、いいよね、いい、両方取っていい。ダンベルも取っていいんじゃない。あーベルまで行くか。あーまだベルはなくてもいい、真ん中2つ取っていいけど削除でもいいよ。削除しよう、いいし削除よし、okay、まあかなり強い、うん、いい構築になってきた。どうしようか。まあここから先実は見てない。右やばいな、右やばいな、これ絶対右行きたいな。そこ怪しくない？そこも怪しいか。でもどっちがいい？怪しいな。まあでもそこか、右かな。ここそれかなんかさ、跳ね返って跳ね込ん、跳ね込んじゃねえわ、跳ね込んユニコーンあるんだからさ、なんか真上にこうバウンドするところ見つけてさ、あ違う違う、右行って右、もっと右、もっと右行って、ああまあそこでもいいよ。でもそれ左行きそうじゃない？こうしようか、こうしようか。いやいや、なんかもっとさ、もうちょっともっと 下に当ててさ、下に当てて、もっと右に当ててさ、なんかそれでほら、そう、ま、真上に行くとかあるじゃん。そしたら真下に落ちんじゃん、そのまま。なるほど、これね。うん、まあ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 、今までが運良すぎたという説はあるからな、ここら辺で一つ、クッキーで取ってね。すいません。まあまあ、しょうがない。左か右か。あボス踏んどきたかった、マジで。ハテナ踏んどっか。ここすごかったね。ね。うん、本当にすごかった。左、まあまあ、ったら、そのなんか、抜け道とかでさ、ワープしねえかな。あったよね。あ。ランダムなルート選択でな。あ、いいじゃん。これは、どれだ？もう、間違いなく部下を。部下さんですかね。行きたいですね。はい、OK です。OK。部下さん。ラッキー、最後のここにあるのいいな、祭壇が。これありがてえな。亀の目。右だね、まあ、右だかな、全部いらねえ。真ん中じゃない？いや、なんでもいいです。動くのこれ？え、絶対バグでしょ。なんか変な動き方してたね。あ、もらった。なんか下からやってきた。あ、どうも。はい。いらないですけどね、今の。いらないね。うん。でもなんかオーブ取れてていいね、結構ね。あ、あ。今日どうする？石削除する？石削除すればまあかなりパーフェクトにはなる。パーフェクトになる。オッケー、了解。いい構築ではある。はい、オッケーですと。うん、結構右でレリック3つよりもまあよかった、いい流れ、逆によかったね、うん、なんだっけ、なんでもないんだっけこいつ。こいつは一応ダメージ反射があったかな。あ割れちゃった、死んじゃった。オーブ強化もうないって。あー、なんか取るもんもない。そうだね、一番右がオーバーダイザーね。まあいいんじゃない、一番左取ってもいいけどね、オーバーパワーだから。まあいっか、オーバーパワーだったら強化できるよって感じか。まあいっか、いい、どっちでもいいな。まあ部下あるからもういっか。あ、まあまあまあ、もうコインも正直いらない、いらないですね、うん、ああおおさあ外人やめて。まあもうどうせ全開するんで、ここで、あ滝か、お行ってみようよ、調べるか、うん、裏側だ、なんだっけ、戦おう。まあまあ別にいいけど。いいっすよ、モンスターぐらいなら。あ、しかも中ボスなんだ。これありがたいよりですね。レリックもらえるかもしんねえや。わーい。全部上に座れちゃった。しゃあない。今度左から上に、あ、右から上に座せるか。リセットしても見ながらいけるか。あ、今いい見ちゃった。いいとこあったね。あ、微妙。ああ。ちょっと食らうかもね。まあ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 、多少はいいでしょう。近づくの早、こいつ。まあ上に全部座れちゃうな今回な。そうね、クリティカル関係ないあんまり、バカダメージだけ。あ、上に座れないバージョンね。今リセットの活性化だったらちゃんと栄光と受難の効果受けてたかな。はい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 。そっか、リセット活性化忘れてたわ、うん、いや微妙だな、なんもねえな。な、もうそれだと打っちゃうか。打ってもいいねこれね。うん、ただリセット踏みて、右側行くか、右側行けんじゃない。あー、そこ入らないか。あー微妙だな、そこじゃない。あー下行っちゃうか。ダメか、まあ、まあ、ここで行った全回復。まあリセット踏めるでしょこれさすがに。よし、まあ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 、部下さん、ほぼほぼ食らわないですからね。うん、部下さん出番です。これだってもう全回復でしょ。5ヒットごとに1。はいはい、全回復。オッケー。あー、オッケー。一旦全回復。はい。そう、今すごい空中に浮いてたな、こいつ今。どっち行こうかな、うん、上行こうかな、下行こうかなって。
あ、これも稲妻ボールで決めてもらいましょうか。うわ、変なボタン押しちゃった。はい、上に行ってもらおうかな。そうね、上に行ってほしい。あ、今4があった。ほら、あ強い。 OK で HP 全開でここまでやってきたよ。うん、もう行くでしょ。ここまで行きましょう。あ、真ん中、一番右なんそれ。出た。いや、ちょっと怖い。今ではないな。うん。敵が発生する全体に重くが持つ。いいんじゃないこれ。これ弱いね。それ左でいっか。うん。これも悪くはないと思うけどね。真ん中だってクリティカルの値ってほぼゼロだよ、みんな。そっか。うん。まあ、4とかあるけど。元が弱いから、そっか。うん。じゃあ、剣振り玉で。しましょうか。意味があるのかと言われたらないです。わかんないですけど、さあ、なんかちょっと自信はあるけどね。まあ前回頑丈のおかげでね、かなり楽だったっていうところはあるんだけど。お、稲妻、いいんじゃない。初手稲妻、いっちゃおうぜ。あ、そっか、ほうほうほう、稲妻あれがないから今、うん、ビーム放たないんだこれ、あれがないから、その弾がないから今放たないんだ。オーブがね、他にオーブが、これオーブ扱いじゃないからな。いや、オーブっていうかその弾が、ペグ、ペグだ、ペグがないから、ペグがないからただのボールだったと。オーバーかな。わあ、赤ボムが出てきてしまった。あ、まあしゃあない。これで1バフはされてしまった。うわ、そっち行くの。いやー、よくないね。うん、まあ、しかも先頭に吸われてしまう。全部座れるんだよな、この後。そうだね。まあ、行くか。掘っていくしかないわな。クリティカルがあるんだよな、そこにな。まあ、踏みたかったね、欲を言えば。爆弾、爆弾。リセット。リセット踏まねえか。いやー。まあ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 。まあまあ、戦闘に座る。おー、なるほど。そうか、空中か。リセット移動したね。あ、ここかな。いいと思う。そっちに落ちちゃったか。分裂する方が。まあ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 。1、2セットも増えたし、結構強くなってるし。うわ、しかも先頭に座れるか。また座れるか。まあ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 。でもこれ負ける通りないな、正直。負けなくない？まあ赤ボム壊すたびに、あいつの火力が高くなってくから、そこだけちょっと怖いけど、どこまで育つでしょう。130超えなきゃ負けないでしょ。まあね、ほぼ全開、全開だからね。毎回全開。まあ赤ボムで育ってはいく。ノスペラトゥか、まあ、どっちでもいいな、打たなくていい。打たなくていいな、うん、打たなくていい。リロードで追加ターンが発動しなかった。もう一回壊していい。うん、オッケー、そうね。うん、いいな。ああ、リセット踏みてえな。リセット踏みたすぎる。そこにいっぱいあるね。リセットね。めちゃくちゃあるな。これ移動してくれれば。移動してわかんの？あ、移動しないか。ちょっとわかったね。まあ、リセットは移動しないね。クリティカルじゃない、移動するの。なるほどね。そう。ここ壊していきたいんだけど、稲妻の方が。ああ、いいかも。ああ、でも関係ねえわ。そうだ、ここは壊れねえんだ。忘れてた。右の6当てたら。その下、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 下。その間の6当たんない？ここか。当たんねえか。あ、いいんじゃない？そこで。あ、お、いいね。リセット。リセットした。オッケー、オッケー、オッケー。で、部下か。よし。6ダメージ。全然問題ない。これ、うまく赤壊せば。2体。いや、ダメ、いかないな。いかんか。いかん。また結局吸われちゃうか。吸われちゃうね、これ。うん。これ赤ボムはどうやって湧いてきてんの？なんか時間ごとで湧いてる感じがするよね。あー、これもったいないな。2000ダメージが、この2000ダメージ吸われんのちょっとやだったね。まあこれも同じぐらい出ると思う。出るね、うん、悪くない悪くない悪くない。もう2000ダメージ、オッケー。3000ダメージ、これは通る。赤ボムからの下にボンドガン、オッケー。かい、これ勝てるぞ。これいけるな、これ勝てる。あ、ほんと赤ボムも湧いてきてんね。そうね、そうね、いや、リセット当てたいかな、それより。あ、いいかも。オッケーオッケー。なんか、あれだね、スカスカっていうか、まあまあまあ、まあ、全部は復活しないんだなっていうところだよね。はい、今ので600でんの。とんでもねえな。ああ、やつが近づいてきた。まずいかもな。そいつに当てたくね。どう？まあ、いいか、爆弾だもんな。爆弾で爆発する。部下で、
死ぬんじゃないか、最悪。やれると思う。行きましょう。行こう。力を見ろ、部下の。クリティカル、オッケー。クリティカルもしたし。約束された2000ダメージ。よし。いやー、いけるもんですね。強いね。いやー、強かったわ、今回。いったね。やばくない？ガチ完璧だったね。ってかレリンクの量。いや俺正直これだな。これも強かったよ。上の2つでしょ。あのここ、ね、それとそれとそれでしょ。この2つよ。これなってからの HP 半分が。そう半分で、しかも近かったじゃんかなり。はいはいはい、はい、だからまだ増える前に慣れてすごい良かったと思う。もう80ぐらい上がってるってことだよね。うん、もうやばかった。最大体力やばかった、ね。地獄の奇跡があるのに最大ヒットポイントが130。っていう、まあそうね、強かったね。強かったね。でやっぱエコとジュナンがマジめちゃくちゃ強い。バグってんね、これだ。うん、エコとジュナンとマトリョブか、まああと霊薬だね。霊感もね、霊感ね、良かったですね。あ、霊薬ね、完璧だね。12なんだろうね。なんかね、なんだと思う。やばいって聞く。12、うん、待って、なんだと思う。やばい、やばいでしょ、うん、あの12がやばいの。12はやばいっつってた。11は正直別にだけど、マジで12から始まりますって言われた。リセットがもう一個減る。ゼロだけどゼロだけどリセット。さすがにか。なんだろうな。うーん、オーブのスタッツがマイナス1マイナス1。あ、全体、うん、きつすぎるか。まあ、いや、ますか、現実のものになるんじゃないそれ。いきますか。うん、あ、いや、なるほど。まあ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 、まあまあ、確かにきついね。爆弾が50ダメージ全体なのが、普通の爆弾35ダメージで、赤爆弾に関しては半分か、マイナス65だね。だから85ダメージかな。150だね。150ダメージか、あれ。まあでも、まあやばいけどね、爆弾に頼れないね。うん、まあ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 、まあ実際やってみなきゃ分かんないよね。まあ狂ってはないな、うん、なんか、ああ、まあ確かにやべえわって感じ。うん、確かにつらめではあるか。どうなることやら。これまたステージ1が難しくなるね。ね、ステージ1がちょっと厳しいかもね。はい、じゃ次回からは12をやっていこうと思いますので頑張ります。はい、はい、では今日は終わりだと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。